キンカイロ使います。次は一番搾り黒生、いただきます。おめ、レバーに合う、うん、取り直す投げんですね。次はこだわりレモンサワー、カミソリレモンのドライ、アルコールのシューター、これでいただきます。さあ、これ鶏軟骨やげん、それでもドライ、うまいわ、おいしい。ホタルイカ、炙るときは必ず表向きを 上ではなくてね、表を下にしてフライパンに乗せて炙ってみてください。そうすると、どうしてもね、表面を上にして炙るとイカがね、ホタルイカが反っちゃうんだよね、結構ね。うわ、すごいね。これはね、全然ね、火力弱いですからね。チビ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 、ここでちょっとやってます。ホタルイカをね、焼くというよりも、軽く炙るというか、食べると、少し動きがあればもう止めちゃって、あとは余熱で全然食べれますので。ちょっとこうホタルイカが動いてきましたね、軽く。もうそうするともうこれ出来上がりです。もうこれ以上やっちゃうともうカチンカチンになっちゃうんでね、これでいただきます。はい、綺麗にね、あのホタルイカ炙りすぎっていうのは絶対ダメですからね。では続きまして、こだわりレモンサワーの鬼レモン9%、これいってみます。
まあ本当は日本酒の方がいいかもしれないけど、今日はちょっと日本酒は持ってきておりません。次のメニューは、酒蒸しです。になります。味噌、簡単メニュー。それで、次は濃いものレモンサワー7度、しっかり酸っぱいということ。確かに酸っぱい。でも度数は2度。さっきよりも2度低い。しっかり味噌。熱い熱い熱い。やっぱ熱い。はい、カニ味噌のちょっと酒蒸しで。これ絶対日本酒持ってくるべきやったね。ちょっとドリンク選択見せていただきます。日本酒やったね。いただきます。うまっ。ホタルイカのね、綿もうまいけどね、やっぱりカニ味噌もうまいですね。まあ今日は本当に簡単レシピ、そうじゃんですね。最高気温が16度、最低気温が5度っていう、感じですね。でもね、本当にこう焚き火を目の前にして、程よいこうぬくもりというか、寒さもそんなには感じなく、まあ白金回路もね、ちょっと腰には当ててますけども、本当に心地よいキャンプができてます。ざっくり先ほどこう飲んだ
ビールですね。違うな、これ順番違うな。確かこう、こうで、こうじゃなかったっけ。うん、確かこんな感じで飲んでたと思うね。まだ全然酔っ払うとこまでは行ってないですけどね、うん、で、今がこれと、うん、いう感じですね。今ちょっと、ラジオはちょっと消してますけど、先ほどね、なんか袋が泣いてた感じなんですけどね、今はね、もう全然泣いてませんね。まあ、ゆっくり楽しみたいと思います。でもね、このカニ味噌うまいですよ。これね、あんまりね、カニの身も美味しいんだけどね、どっちかって言ったらね、このカニの味噌が好きですね。近くのフクロウとね、近くのフクロウがね、会話してる感じかな。すごい居心地いい。いや、さて、